フランシスコ・ハビエル・アルセロロンは、パラグアイアスンシオン出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。相性はチキで、ガンバ大阪在籍時の登録名は、チキアルセ。パラグアイリーグの強豪セロ・ポルテーニョで活躍し、1995年に移籍したブラジルのグレミオでも、加入初年度から、コパリベルタドーレス優勝に貢献。 1999年にはパルメイラスで再びコパリベルタドーレスを制した。日本で開催されたインターコンチネンタルカップには2度出場。1995年はアヤックスに1999年はマンチェスターユナイテッドにいずれも敗れたが、1996年に日本で開催されたレコパスダメリカーナではインデペンディエンテを破り優勝を果たした。 ブラジルのクラブに在籍していた1998年、2000年、2001年には、プラカー氏が選ぶベストイレブンの右サイドバック部門で、計算度選出され、当時カフーを押しのけて、南米最高の右サイドバックとまで言われた。2003年に、パルメーラスから J リーグのガンバ大阪に完全移籍、2003年の J リーグ開幕戦、3月23日の京都、 パープルさんが戦で初出場、初ゴールを決めるデビューを飾ったが、チーム戦術や日本のサッカーにフィットできず、16試合の出場に止まった。帰国した後、所属したクラブリベルタで2005年シーズン限りで現役を引退した。パラグアイ代表では 1998FIFA フフワールドカップ、2002FIFA フフワールドカップに出場。 2002FIFA ワールドカップのグループリーグ南アフリカ戦ではサンタグルスのゴールをアシスト自らも直接 FK を決めた。現役引退後の2007年ルビオニュの監督に就任し翌年にはクラブを昇格に導く。2011年パラグアイ代表監督に就任。しかしブラジルワールドカップ予選で不審が続き2012年に解任された。 ありがとうございます。